スーパーフードは一般的な食品に比べて非常に栄養価が高い、栄養バランスに優れる、もしくは特定の健康成分が多く含まれており、健康の保持増進に役立つとされる食品のことを指すマーケティング用語である。この用語は専門家、栄養士などによって一般的に使用されることはなく、その多くはスーパーフードを支持する者が主張している。 健康上の利点の賛否が争われている。多くの新しい外国の果物や古代から利用されてきた伝統的な健康食品が健康成分が有料の科学的証拠なしに数多く市販されている。2007年、信頼できる科学的研究によって裏付けられた特定の認可なしにスーパーフードとしての製品の製造、販売は欧州連合では禁止となった。 一般的にスーパーフードとして販売されているブルーベリーは実際には他の多くの野菜や果物と比較して特別に高い栄養価があるわけではないという説もあったが近年では鮮やかな色合いを与える天然植物色素であるフラボノイドは記憶力の改善に役立つことがわかっているスーパーフードにはアメリカ食品医薬品局やアメリカの務省。 欧州食品安全局などの主要消費者市場の規制当局による公式の定義はない。この用語は1949年、マフィンの推定栄養品質についてカナダの新聞で言及する際に使用されたのが最初だとされている。20世紀後半から21世紀初頭にかけて、スーパーフードという用語は特定の食品、栄養補助食品、特定の食品添加物を含む、 食品、流行のダイエットに関連する商品を販売するためのマーケティングツールとして使用され、健康の向上を約束していた。スーパーフード製品はラベル付きで販売されていない同様の食品よりも高い価格で販売されていた。スーパーフードとされる食物について伝えられる健康上の利点や効果は、科学的研究の立場からは支持されていないか、あるいは論争中である。 2007年、欧州連合において信頼できる科学的研究によって裏付けされた特定の認可を受けた表示を伴わない限り、製品をスーパーフードとして販売することが禁止された。この判決は対象となる食品がスーパーフードとして分類される理由を科学的に証明されたものであることを明確にするためにメーカーに発行されたマーケティングガイドラインとなった。 欧州食品情報評議会は、食品の多様性に基づく食事、特に果物や野菜を含む食事から栄養素が容易に提供される場合、スーパーフードのみの食事をとることは非現実的であるとした。イギリス王立がん研究基金によると、スーパーフードという用語は実際には単なるマーケティングツールであり、科学的根拠はほとんどない。 スーパーフードはしばしば癌を含む疾患の予防や治療に効果があると宣言されるが、王立癌研究基金は健康的でバランスの取れた食事はスーパーフードで代用することはできないとしている。ロンドンにあるセントジョージ病院の主任栄養士であるキャサリン・コリンズはこの用語は有害である可能性があると指摘している。スーパーフルーツは2004年に 初めて使用されたスーパーフードの海分類である。この用語は主に消費者の需要を生み出すために使用されるため、スーパーフルーツとしての果物の指定は完全にメーカー次第となっている。オランダの栄養センターはコジベリー、ヘンプシード、シアシード、ウィートグラスの販売に使用されていた健康強調表示が科学的に証明されたものではないと指摘し、 そのような食物を大量に摂取した人々が健康を損なう、偏った食生活に陥るかもしれないと警告した。これらの果実の健康効果は研究中であり、他の新鮮な果物とは異なる、健康上の効果があるという科学的証拠はない。具体的には、ブルーベリーは特に栄養素が豊富なわけではなく、ビタミン C、ビタミン K、マンガンの3つの必須栄養素が適度に含まれて、 いるのみである。2007年には、スーパーフードのカテゴリーは2011年まで20億ドルの世界的な産業になると予測され2007年、スーパーフードは2011年まで20億ドルの巨大な市場になると予測され、数千の新しいスーパーフルーツ製品が市場に参入すると予想されていた。データマナターによると、 スーパーフルーツ製品の発売は2007から2008年には67%の割合で成長したが、ザクロ、アサイ、またはゴジをはじめとする食品及び非食品の導入が2009年から2012年にかけて56%減少した。機能性食品及び飲料に関する出版物では様々な果実がスーパーフルーツと呼ばれており、2007から2008年に 1> 約1万系の新製品が導入されたと推定される。オセアニア産ののに、中国産のゴジやシーバックソーン、東南アジア産のマンゴスチン、南米産のアサイーといった比較的希少で、米国の消費者にはあまり知られていなかった果物は、2005年から2010年、起こったスーパーフルーツの最初のブームの中にあったが、その人気は2010年から2013年に低下した。 しかし、ザクロを使用した新製品への消費者の関心は、そのままずっと変わることはなかった。タヒチアンの2は1996年にノニジュースの販売を開始し、最初の10年間で数十億ドルの売り上げを達成した。以前のレポートでは、ザクロをベースにした製品は、新製品の発売により2005年から2007年にかけて400%近く成長し、 過去6年を超える増加を示した。同様に、販売残後、マルチフルーツジュース含むマンゴスチンジュースの2005年の売上は2億ドルであり、2002年の4000万ドルから大幅に増加した。メーカーは、癖のあるた食品の味を隠したり、斬新さと健康の印象を消費者に与えるため、果物を使用して食品の風味を高めることがある。 2005年には5000ものベリーの新製品が導入された。スーパーフルーツのカテゴリーは2008年の消費者製品のトップ10のグローバルトレンドの一つであった。ただし2013年までにスーパーフルーツ製品のイノベーションは減少しており、新しい商品の紹介は少なくなった。2011年から2015年にかけてスーパーフード、スーパーフルーツ、または スーパーグレインという言葉を含む食品、または飲料の数は2倍になった。キンは、大麦、スペルト小麦、キビなどの穀物は、何世紀にもわたって消費されてきたため、古来のスーパーフードとして販売されており、ホールフードであるとの認識から、加工は最小限にとどめられている。ありがとうございます。